はい、こんにちは。ここではですね、二直線の位置関係ということで、空間図形においてこの辺ゴニャと平行な辺を答えようとか、辺ゴニャと垂直な辺を答えようとか、辺ゴニャとねじれの位置にある辺を答えようみたいな、空間図形においてですね、二直線の位置関係を聞くような問題に出会った時に、僕らどうすれば攻略できるか、その方法を一緒に確認していきます。でまずはじめにですね、この平面図形における二直線の位置関係、これはやってるんですね。平面図形っていうのは縦と横だけの世界です。高さのない世界ですね。こういう平面図形においての二直線の位置関係はもう僕らはやってます。まず一つ目の関係としては、交わる、一点で交わるっていうね、こういう状況があるんでしたね。この鉛筆の鉛筆を使うと、これとこれ頑張って直線と見てください。こういうふうにね、こう交わると、これが交わるという状況でした。でこの交わった二直線が、特にここが90度ですね。ここが90度で交わっているときは何て言うんでしたっけっていうと、これを垂直って言うんでしたね。 OK でしょうか。で他にもこの交わらないという関係、平行っていう関係もありました。平行のときは交わらないですね。どんだけ伸ばしても交わらないと、ね、この直線っていうことはいくらでも伸びるよっていうことでした。いくらでも伸びるよと、いくらでも伸ばしても一生交わらない、そういうのを平行っていうんですね。 OK でしょうか。だからね、この図を見ると交わってないから平行かっていうと、これはそういうわけじゃないんですね。だってこれ直線っていうことはどこまでも伸ばすことができるんやから、これをこのままずっとバーって伸ばして、こっちもずっとバーって伸ばしていったらいつか交わりますよね。こういういつか交わる場合は平行と言わないと、平行は一生交わらない、そういう関係やったんですね。ここまでは僕らすでに学習済みです。でこれは平面図形、縦横だけの高さのない世界だけやったんですが、ここから僕ら高さのある世界、空間図形において、じゃあ二直線の位置関係はどうなるんやと、ね、今まで縦横しかない平面図形がこう高さをこうね、グインと立ててね、高さも考えていこうってなるんですね。じゃあ空間図形における二直線の位置関係はどうなるかっていうと、これもやっぱり暗記じゃなくてイメージで理解することが大切です。まず一つ目、交わるですね。交わるっていうのは空間図形において一点を共有する、縦横高さのある世界において一点を共有すると。この2つのこのね、鉛筆とペン、これを日本の直線と見てください。これ今全然交わってないですね。交わってないと、ここがね、カチカチ聞こえます。こう交わった時、これを交わるっていう、一点を共有する、ね、ここの点がここ交わってますよね。こういう一点を共有する、こういう関係を交わるってです。で特にその中でも同じように、さっきと同じようにこういうふうにね、90度でここの一点がくっついてたら、90度でくっついた状態でね、90度やったら、これは垂直に交わるっていうふうに表現するんですね。 OK でしょうか。ここの間の角度が90度なら垂直に交わると、こういう空間において一点をこう、ね、一点がくっついてると、そういう時交わるっていうんですね。ここまで OK でしょうか。じゃあ次、空間において平行っていうのはどういう関係かっていうと、平行っていうのはやっぱり交わらない、共有点がないんですね。共有点がない中でも特にですね、この向きが同じだと思っておいてください。この両端において、こことここにおいて日本の直線が同じ向きを向いてるんだよと、そういう時平行なんですね。こういう感じです、こういう感じ、同じ向きを向いてると、これがちょっとでもずれたりして、交わってなくてもこうちょっとでもずれたりしたらね、で向きがこう同じ向きを向いてなかったりしたら、これは平行とは言わないっていうふうに知っておいてください。 OK でしょうかね。向きが大事だよっていうことです。交わってなくても向きが違ったら、これは平行とは言わないですね。じゃあそういう交わってないし向きが違う、平行でもないようなバージョンなんていうかっていうと、これめちゃくちゃ大事な言葉です。本当入試とかテストでよく出てきます。ねじれの位置って言います。ねじれの位置、平行じゃないし交わってない、交わってないし平行じゃない、そういう位置関係ですね。これが平行やったと、向きが同じだったら平行やけど、これがちょっとでもこういう風にね、なって向きが変わってでも交わってない、こういうのがねじれの位置です。 OK でしょうか。交わってないけど平行じゃないよと、こういうのがねじれの位置です。 OK でしょうかね。でまあこの一番下に書いてる1には同じ平面上にあるが、3は違う、つまり交わるとか平行の場合は同じ平面上にあるが、3はねじれの位置の場合は同じ平面上にないよっていうのは、それほどテストには出ないですが、やっぱり知っておくと便利なんでね、ぜひぜひ知っておいてください。一応確認しておきましょう。1には同じ平面上にある、つまり
2つの直線が交わる場合は、これ同じ平面上にあるって言えるんですね。平面っていうのはつまり下敷きがあると思ったらよかったですね。ちょっと引きましょうか。見にくいかな。よっ。こんな感じで2本の直線があって、よいしょ、交わっているときはこれ同じ直線上にあると、同じ直線上にあるっていうことは、2つの直線が両方ともこの平面の中に含まれているっていう状態なんですね。平行でも同じです。平行のときかって2つの直線が同じ平面上に含まれることができるとね。ところがねじれの位置の場合、ねじれの位置こんなんですね。こんな交わらへんし、そもそも向きが違って平行じゃないと、こんな感じです。こういうときこの2本の直線を含むようにこの平面下敷き置けないですよね。こういうことからもこのねじれの位置の場合は同じ平面上にないっていうのが少しは理解しやすくなるかなと思います。ここまで OK でしょうか。じゃあ元に戻します。よいしょ。以上を踏まえれば今回の問題っていうのは解けていくんじゃないかなと思います。まず括弧1ですね、右の直方体について次の問いに答えようと。辺 AB と平行な辺をすべて答えよう。ここですね。直方体。まあ多分イメージできると思いますが、一応、ね、これ立体でも用意しておきます。まあこの向きに合わせるとこれが形近いですかね。AB がここやと、ね。この辺 AB と平行な辺をすべて答えよう。空間図形ですね。空間における二直線の位置関係です。空間における二直線の位置関係で平行といえば交わらない、そして両端が同じ向きを向いているということでした ね。こういうことでした。ということはどれかなっていうと、この AB と平行なんて、まず EF 言えますよね。 EF だって AB と EF、 ここ AB があって EF ってこんな感じだから、で交わらない、同じ向き向いてると、だからまず一つ目は EF っていうのが分かるかと思います。他にあるかなっていうと、奥側のこの DC もそうですね。 AB と DC みたいな感じでね、平行になってます。 OK でしょうか。でもう一個あります。それはここですね。 HG です。 HG、 この AB と HG、 ここみたいなもんですね。この図で言うとこことここですね。これも平行ですよね。だって交わってないし同じ向き向いてるからと。でここで人によってはね、おいおいちょっと待ってくれと、さっき平行って同じ平面上にあるって言ってたやないかと、この辺 AB と辺 EF は同じ平面上にあるの分かるわいやと、辺 AB と DC も同じ平面上にあるの分かるわいやと、でも AB と HG ってこれ同じ平面上じゃないじゃないかと、それでなんで平行って言えるんやって思われる方も中にはいると思うんですね。でもこれって実は同じ平面上なんです。ABGH という平面がここに書かれてないですがあるんですね。なんならもう自分で書いてもいいぐらいです。こういうふうにこことここ線引っ張ったらね、平面出来上がりますよね。イメージしにくければこういう豆腐、直方体の豆腐にこのここにスパッと包丁をバッて入れるようなことを想像してみてください。ね、こんな感じになるはずです、ね、ここをスパッと包丁豆腐にバッて入れたらね、こういう風になりますよね。この切り口、これが平面にまたなってますよね。だからこの平面 ABGH っていうのがあると、そしてこの平行の時は同じ平面上にあるっていうのはやっぱり満たしてるんやっていうのが確認できるかと思います。 OK でしょうか。ということでですね、辺 AB と平行な辺っていうのは以上のように3つあることが分かります。OK でしょうか。次2番、辺 BD と垂直に交わる辺をすべて答えようと。垂直に交わるっていうことは、共有点が1点。1点でね、くっついて。そして90度だよっていうことです。だから、この辺 BD ですね。BD と交わってるのを探せば、こことかこことかこことかいろいろありますが、その中でも特に90度って言ったらこの BF と DH ですよね。 BF と DH と、これもイメージできるかと思いますね。こういう風にやって BF と DH はこういう風に、ちょっと見にくいですかね、ね、こういう風に90度で交わってるんだよと。それは BF と DH だけですよね。他の BC と DB とかはこんな感じで90度じゃないですもんね。わかりますよね、こことかが。そういう風にして考えていくと OK でしょうか。3番、辺 AB とねじれの位置、ね、こことねじれの位置ですね。でこのねじれっていうのがすごいテストに出るんでした。ねじれっていうのは平行じゃないし交わらない、交わらないし平行じゃないよと、交わってないし向きが同じじゃないよと。 AB とねじれで言うと
例えば EF なんかは平行なんですね。だからダメだと。BC なんかは交わってるからダメだ。そう考えていくと4つあります。FG、EH ですね。まずこれ2つ見つかりました。AB とねじれは FG、EH。もしくはこの CG、DH ですね。OK でしょうか。FG とか EH。これはどういう位置関係になっているかというと、ここに辺 AB があって、FG とかこういう感じであるんですね。こういう感じであると。ちょっと見受ける横にしよう。こういう感じであるんですね。OK でしょうか。ここが AB。で、こことここなんですね。こことここっていうのは、これは AB と交わってないし、平行でもない。向きが揃ってないですもんね。で、同様に、この CG とか DH かって、こことこれとか、ここなんで、ちょうどこういう感じで交わってないし平行でもないということで、これはねじれの位置だよと、というふうに判断するんですね。このねじれの位置とかの図的イメージになれよう、その練習をしているところですね。で、4番、大事な大事なねじれ、他でも見ておきましょう。で、この BD の場合、線分 BD とねじれはどうなるかっていうと、交わってないし平行じゃないやから、この FGHE なんかはもうそのままですね。で、さらにこの EF や HG かって交わってないですね。こんな感じで DB があって、こうこうとかは交わってないし、こうこうとかも交わってないですもんね。 OK ですよね。で、ねじれだよと。まずこの4つは見つけやすいかなと思います。この底面のね、4つですね。 HE、EF、 そして FG、GH ですね。で、これらがこの同一平面上にないっていうのも確認できるかと思います。ねじれがね、なかなか見つかりにくい人は、同じ平面上にないやつを探すって考えたらいいんですね。この DB を含め平面。だから、こういうふうにね、EFGH とかなんかは、もう完全に含んでない面、DB を含んでない面なんでね、考えられるかと思います。で、さらにまだありますよね。それは何かっていうと、この AE と CG です。AE と CG。これもねじれの位置になってますよね。こういうふうに DB があって、こんな感じでありますもんね。AE なんかは。逆に CG なんかはこんな感じであると。交わってないし、向きも違うから、これはねじれの位置だよと。こういうふうに考えていきます。OK でしょうか。じゃあねじれにね、もっともっと慣れるために、過去にも行きましょう。右の三角錐について、三角錐 OK ですね。底面が三角形で、側面も全部三角形の、こういう形ですね。これについて、次の問いに答えよう。辺 AB とねじれ。ね、辺とねじれっていうことは交わらないし平行じゃないって言ったら1個しかないですね。ここです。 DC ですね。もう見えてきましたかね。慣れてますかね。まあ、ここを AB としたら、ここと交わってないのって1個、ここしかないですもんね。これね、鉛筆とペンでいくならこんな感じですね。こんな感じ、交わらないし平行じゃないと。同様に辺 BC、 これとねじれになってるのは AD ですね。交わってないし平行じゃないと。こんな感じで、ね、こんな感じで、交わってないし、平行じゃないと。OK でしょうか。はい、ということで、ここでは二直線の位置関係について勉強しました。どうでしょうか、理解できましたでしょうかね。とにかくここでは空間図形、ね、この交わるとか平行とかねじれ、特にこのねじれはめちゃくちゃ大事です。これ、新しく出てきた言葉ですしね。あとは自分でもノーヒントでできるように、類題見つけて、しっかり練習しておきましょう。